こんにちは。森チャンネルです。今日は岡山県の北の方、鏡野町の方にみんなで遊びに行ってみようと思います。マスクはもちろん持っていきます。じゃあ行こう。行こう。いっぱい入れてよ。お母さんの数数えといてね。うん。私の4入れて4。うん、それくらいでいいな。今6杯目。これは？また青唐辛子入れてる。あは、めちゃくちゃ辛いの。ふたちゃんとしといて。それおじいちゃんよ。私おじいちゃん。ミオのは誰よ。うん、おじいちゃんよ。このまま入れたいから。それがそこだけの方が早いです。うん、もうバーって入れていい。今、パパのスプーンちょっと熱い。今とか、あと見て、あ、見えないよ、雰囲気で。そうそう。はい、OK。ゆずは一杯入れたらすごい匂いがあるよ。お父さん、すまんな。いいよ、バーッとしてあげて。うん。それ多すぎね、あるとないけど。そんな山盛りだったら、あふれるでも。できたの髪の毛。こんな感じでいい？あー、すごいね。これボタンお父さん。スイッチ？ちょっと待って。絵を押してみて。おー、すごい。緑色。フランガラスっていうのだけでしょ、あれ広く。みたいだね。綺麗だね。話して。普通の色なんだよね。あ、でもこれか。すごいね。すごい綺麗。全部あれだ、この辺も全部。おー。ちょっと待って。すごい、普通の状態でも綺麗だけど、なんか。わあ、緑が濃くなる。ねえ、すごい。ん？ゆっくり見て、ゆっくり。ちょっともう普通にして。あ、かき氷ある。かき氷屋さんだ。お、綺麗。あれにかき氷入れたら美味しそう。うん。
みよ、待って。ゆっくりゆっくり。普通の状態から押してほしいんだけど。家の上によくあるやつ。え、こっちもまだある、ね、これはあと点です。すごいね、なんかいろんな色がある。時計もだよ、時計すぎ。こういうコップで麦茶飲んだらすごい美味しいかも。うん、見た目も綺麗そう。こういうのお酒飲むんだろうね、本当は。高いね。そう。お風呂が緑なの。すごい昔だよ、もうでも200年近く前の。色変わる？変わるはしない。そう、同じ方向から出て危ないから、目に入ったりせんからさ。あともう同じ方向に向かったから。そうそう。それはなんか違う。違う。すごいね、ガラスで鶴だって。これ綺麗だよ。どうやって作るんだろうね。あ、ガラスの靴。ん？ガラスの靴、ほら。まだ綺麗。あ、色変わってるじゃん。色変わってるよ。おー、綺麗。ウランガラス。これもウランガラス。いっぱいのウランガラス。うん、綺麗だけどね。これも何もないの。あ、これ花瓶だって。え、すごい。ここにもあるし、なんか掃除花瓶。あっちの方行ってみよう。ここに行く。走らないでゆっくりね。ドラゴンなんか格好が可愛らしい。可愛い、なんか怒ってるトカゲみたい。トカゲ言わんない。可愛い。なになになに。おお。おお。トゲがついてない。これ。すごいね。あ、ゲコゲコガエルがある。父さん、これいっぱいね。こっちから見たらね。なんかあの一瞬、あのなんかトカゲに見えた。恐竜だ。細い体のタカ。細い体のタカ。お姉ちゃんのお持ちかと思って。これボール？これなんだろう。花切って書いてある。花切る。花瓶みたいなもの。あの写真の？そうそうそう。夢の後さっき。待って待って、見よう。これなんか、なんかスライム入ってる？伸びたスライムみたいな。スライムだ。これでも中になんか入ってるね。空気？そう。なんかドラクエのスライムのなんか吹きガラスだから、ふーってなんかあの鉄のボール吹いて膨らませるやつじゃないかな。これなんか虫が集まってるみたい。確かに虫が集まってるみたい。虫が集まっている。夜の光。こっちもなんか空気みたいな粒がいっぱいある。すごい、でも綺麗。これ綺麗、すごい。あ、すごいね。お花と